まあ、小川ちゃんとはね同期でね、もう14年なんですよ。15じゃない、もう NSC 入れたら15年、うん、プライベートで飯飲み、うん、お茶、うん、一回もありません。本当に一回もない。ないね。一回もないのって俺小川ちゃんぐらいと思う。なんでないのかって言ったらね、小川ちゃんがね18から入ってんの。まあね、だってその時にさ、もうみんな24、5だもんね、うん、そうだからね、本当にミトキャップと私くらいだったもんね。だからね、誘うっていうあれになんなかったのやっぱ未成年だから。確かに、しかもお酒も飲めなかったし私。そうだね。でももう飲めますよ。25の時に練習したの。もう今はもうほんと芋焼酎しか飲まない。うわー、うん、変わりました。変わったなー。いやでもね、お客さん知らないけどね、マジ一番尖ってたって言ってもいいぐらいだからね、小川ちゃんが。でも確かに私は NSC の時にね、女子が多かったんですよ。100人くらいで、めちゃくちゃいたよねあの年。そう、ライブスタンド見に行かなきゃいけなかったじゃん。あったね、ライブスタンド。初年度かなんかで、まあ、みんな NSC の子ちょっと勉強がてら見に行ってくださいみたいなこと言われて、クラスの女子はさ、みんなで行こうとか言ってなんか、まあね、なってて、私はそんな慣れ合いに来たんじゃねえ。ほらほらほら、尖ってんじゃん。俺は嬉しいんだよな、お母ちゃんが丸くなったなと思って。それで言ったら大宅の方が尖ってたじゃん。いや俺ら全然尖ってない。いやいやいや。